どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は公式発表をまとめ、そしてニュースワイヤーの内容からわかる今回のイベント、そしてコミュニティチャレンジについて、そして解除できるアイテムについてなどを紹介していきたいと思います。というわけで今回なんですけれども、ハロウィンアップデートが第2弾として登場して、なんとルーデンドルフ、ノースヤングトンという雪国のゾンビのサバイバルがね、先日解除されました。でいきなりいろいろね解除ものとかもあるんですけれども、まずはですねノースヤングトンこのナイトメアということでコミュニティチャレンジ、要するに全世界の GTA オンラインのプレイヤーでゾンビを全部で8000万体倒せばオレンジの発光スケルトン 1G と赤のフード付きスカルマスクを解除できるよということで、この映像にある服装、それからマスク、これね、解除できるよ。そして進行状況はこちらから確認できるよということで、ちょっと覗いてみます。で覗いたところですね、こちらなんですけれども、まあ今んとこね一番左側、スタートのところでチェックついてる感じですね。で、20、40、60、8000万体と、いけば2つが解除になりますよという内容です。まだまだね、かかりそうなので、ぜひね、ゾンビサバイバル、皆さん、プレイしてみてください。今週は、ウィークリーチャレンジとして、このゾンビサバイバルね、クリアすると、10万ドルもらえるよとかもありますので、ぜひやっておいて、損はないかなと思います。では、今週、ゴーストエクスポーズということで、街中に幽霊が10体出て、さらに45万ドルもらえて、限定のコスチュームももらえて、さらに、ボディーペイントブリガムの解除ということになってますので、これはぜひ初心者さんでもできるものですので、概要欄にやり方貼っておきます。どこに幽霊が出るのか何時に出るのかについても貼っておきますので、そちらの方も参考にしてください。そして予告なんですけれども、まずですね、上空には謎の訪問者ということで、これ UFO がね来ますよということで、10月の15日以降南サンアドラスの空に奇妙な金属物体が飛来するという情報が入りました。空に注意して未確認飛行物体の写真を収めることができたらオメガに渡しましょうということで、ゲーム内、とマネーと RP がもらえるよということで、去年とはねちょっとね違うパターンで出てくる可能性ありますので、これもまたリーク情報とかをまとめてね、どこに出るかなども紹介していきたいと思います。そして報酬3倍でコミュニティシリーズということで、ハロウィンのコミュニティシリーズ、いろんなレースとかねデスマッチあるんですけど、これもなかなか稼げるようになってますので、これを皆さんとやってみたいなと思いますし、公開セッションとかねフレンドさんとね、やってみるのもありかなと思います。そしてシミオンショップは相変わらず非売品が大量なので、なかなかいい内容になっています。ラグジュアリーと展示はこの2台になっていました。で非売品車両、ハロウィン限定車両、まあ先週はですねフランケンシュタンゲというこの一番右下のやつですね、これがまだ売られていない状態だったんですけど、なんとネットでも販売されるようになりました。ここに出ている車両は全部非売品、そのうちの、真ん中上のところ、これがサンクタスハロウィン限定、真ん中の下がラーチャーで、右下が、これがフランケンシュタンゲハロウィン限定ですので、ぜひゲットしておいてください。割引車両もね、結構ありますので、興味あるものはぜひ、取っておくのもありですね。そして GTA プラスメンバーはなんとミイラのコスチュームが新しく解除になるよということで、ルーデンドルフ墓地のサバイバルをプレイするとミイラのコスチュームね、もらえますよっていう内容になっています。では今週のお金稼ぎとか、ルーデンドルフサバイバルについてちょこっとね触れていきたいと思います。ではハロウィンアップデート第2弾が始まって、いきなりコスチュームいくつか解除ものありますね。まず今着ているもの、これゴーストエクスポーズってやつなんですけれども、コスチュームのスペシャルのところから、ゴーストエクスポーズのコスチュームですね、これは幽霊の撮影2024年版の撮影をすると解除になりますので、概要欄チェックしてぜひ解除してください。なかなかいいですね。これ今年解除できても来年はもしかしたらないかもしれませんので、ぜひやっといてほしいなと思います。でもう一個、ルーデンドルフサバイバー、これいつの間にか解除している人いるかもしれませんが、まあ共通しているのは多分ルーデンドルフのサバイバーをウェイブ10まで行った人が一応ね解除なんじゃないかと言われています。まあ、6ぐらいでもねもらっちゃったよなんていうね、まあ情報もあったりするんですけども、じゃあサバイバルどうやってればいいのか、オプションジョブ、ジョブプレイでロックスターゲーム作成のサバイバル、ルーデンドルフ墓地サバイバルということで、こっから開始できるんですけども、いきなり何も装備ね、揃えてない状態でいくとかなりやられます。基本ソロちょっと難しいです。なので
フレンドさんとか公開セッションとかで人を集めた方がいいです。また自分もね、どんな装備を持ってった方がいいのかちょっと説明していきます。まずこのサバイバルが出てないよっていう人は、初心者さんの場合サバイバル自体が解除されていない可能性あります。なのでマップのこの辺りになんか十字マークみたいなの出てたら、この現場行ってみてください。で、一度サバイバルをロビーまで行って退出とかすると、オプションからジョブでサバイバル開始できるようになります。ではですね、サバイバルやるときに重要なのはスナックアーマーとかの、まあ、回復アイテムもね絶対必要になってくるんですね。今回エージェンシー持ってる人は全部この場で揃えられるんですけども、そうじゃない人はどうやってやるかっていう部分も含めてちょっと紹介します。まずエージェンシー持ってたらスナックとかはね普通に資格で全部取っちゃいますね。で、回復アイテムは武器庫持ってたらもう楽勝です。これアーマーで一番強いの持ってた方がいいですよね。あとですね、結構使えるかなと思うのが MK2 武器なんですけど、まあスナイパーはそんな使わないかなって気がするんですけど、ショットガン、これがね、結構ね使えるかなと思います。で、重火器系、これ結構重要になります。まあロケランとか持ってるのもありだし、グレネードランチャーとかもそうだし、ホーミングランチャーとか、まあこのあたり爆発物はねちょっと持ち込んだ方がいいかなって感じします。特に、近接地雷とか粘着爆弾とか、あとはね重機板とかで、まあ、火炎瓶とか、まあガソリンもまあ使えるかもしれないんですけど、一応こういうね何でも持ってった方がいいです。とにかく武器はね多めに。で、結構戦闘する人とかだと重火器系でね、あのロケランとかね持たない人も結構いるんですよね。なのでまあ無理にってわけじゃないんですけど、1人2人でやるときにはもうバッチリ揃えた方がいいです。4人とかいたらみんなで固まってればなんとかこういうのね持ってなくてもいけます。で、ミニガンは絶対的にねあった方が便利です。これミニガンない人、120ランクで解除なんですけれども、これ重機版とかでね今週解除っていうかね普通に買えますので、まあそっから買うのもありですね。これがエージェンシーで装備を揃える人の、まあ、準備の一つですね。あとはですね、まあ、燃える弾薬、まあ、MK2 武器で燃える弾薬持ってるよっていう人、まあ、それも使うのもまあありっちゃありですね。例えばですね、カービンライフル MK2 にアップグレードしたとします。ただ、弾薬の数相当減っちゃうんで、まあ、あんまりおすすめはできないんですけど、マガジンで火炎弾とかね、解除できてる人はこれつけておくと、まあ、敵を燃やすことができるみたいな感じですね。まあ、火炎弾ね解除してる人はそれも一つありかなと思います。まあ、元に戻しておきます。今回はね、何でもかんでも MK2 武器にすればいいっていうわけじゃないんで、まあとにかく爆発物とか重火器系、まあこれはね結構使える、使います。では初心者さんの場合ですね、シミオンショップこちらで、スナックアーマーとかをね、まあスナックですね、ここを補充するといいですね。で、アーマーは隣の武器屋っていう感じです。アーマーももちろん満タンにしといてください。で、武器なんですけれども、基本的に強いものがね必要となりますね。まああると便利はもうミニガン、解除できない人はこれは重機バンデ、そしてグレネードランチャーとか、まあロケランとか、もしくはホーミングランチャーとか、ただあんまり使いすぎると弾薬代もったいないのでこれ注意してください。あとはね、ショットガンとかもね、持ち込んでいると結構いいかなと思います。まあ、特殊カービンとかもまああってもね使えるっちゃ使えるんですけど、あんまり弱い武器、例えばね連射はできるんだけど弱い武器、例えば AP ピストルなんていうのは持ってっても敵がちょっと多いんで、まああんま使えないかもしれませんので、基本的には強い武器持っていきましょう。例えばまあ軍用マシンガンとか、まあこのあたりもねありっちゃありですよね。で、爆発物、それから、催涙ガスとか、まあ、信号銃もまあ使えるかもしれないし、手榴弾、パイプ爆弾、近接地雷、粘着爆弾、そしてガソリン缶もありっちゃありです。重機板の方でね火炎瓶とかね手に入れておくのもありですね。 MK2 武器、例えばね地下基地でもう解除してるんだけど、武器庫がなくてねできないよっていう人は、例えばねフリークショップに行けば、ここ、武器庫なくてもここで MK2 武器装備できますので、まあ、ここからね取っとくのもありです。重機版のリアルタイム位置情報は概要欄貼っておきます。で、これだいたい毎日ね15時ぐらい、日本時間15時ぐらいにね更新されてます。で、ここから先ほど言ったようにミニガンね解除できない人はここから買うのもありですね。あとはね投擲武器のところにこれ火炎瓶たまにあるんですけど、そうすると結構いいかなと思います。で、もしもね火炎瓶がないでも欲しいなっていう時は、一応メリーウェザーかなんかで頼めたったかな、ちょっとで、試してみますね。メリーウェザーで弾薬投下かな。
ああ、撃てばね、取れたって感じですね。で、まあちょっとだけですね、火炎瓶。まあ、ないよりはいいっていうことで。じゃあ、サバイバルなんですけども、本当にサバイバル自体が解除できたよっていう人は、こっちの方の工場一回行って、解除イベント。この辺かな？この辺だと思いますので、やってください。で、普通に、ジョブトリガーからやる場合は、これ、ルーデノルフサバイバル。オプションからだったら、これですね。まあ基本一人結構難しいので、もう本当にフレンドさんとかね、招待するのがいいかなと思います。実際ちょっとやってみたいと思います。サバイバル、ルーデンドルフ。スナック、アーマー、バッチリ揃えた状態でやってください。ウェイブ10まで行けば、この限定コスチュームも解除ですし、ウェイブ3までやられずにクリアすることができれば、ウィークリーチャレンジでボーナス10万ドルももらえますし、限定のマスクも、もらうことができます。で、波状攻撃っていうあるんですけど、無限波状っていうのは、無効の時はウェイブ10で終了です。で、これ、無限波状攻撃、有効っていう場合は、ウェイブ10以降もずっと続きますので、まあ、行っちゃうとウェイブ22ぐらいまでね、今世界記録で行ってるかと思いますので、その辺まで行っちゃう可能性ありますね。で、持ってる武器とか、まあ、ショットガンとか、あたりが結構いいんじゃないかなと思います。なるべくね、強い武器とかね、持ってた方がいいかなと思います。いや、ルーデンドルフ、ノースヤンクトンサバイバル開始します。これ音が結構ビビるんで、音量とか注意してください。あと結構ゾンビが急にモリモリ下から湧いてきます。結構不気味です。で、基本的にど真ん中に立ってるとやられちゃうんで、基本的には端っこに行った方がいいと思います。で、とりあえずこっちの上の方行っとこうかな。この辺かな。本当はね、回復アイテムがあるとこがいいかなと思うんですけどね。で、近接地雷とかポイポイ置いといた方がいいですね。とにかくね、危ないんですよ。で、武器のホイールを構えてる時だけレーダーが出るみたいな感じです。まだね、ウェーブ1の時って全然敵が弱いんで、なかなかこう近づいてこないんですよね。一人の場合特にそうですね。まあ、ゆっくりゆっくりって感じです。まあ、全然余裕だと思います、最初は。もう最初はこんなもんです。はい、だんだん出てきましたね。なんかモリモリね、あの辺してますね。これが危ないです。まあ、倒せるうちは爆発物使わずにね、やっていくのもありです。もったいないんで。で、結構ね、石の上とかに乗れなくて、で、高いところから攻撃した方が多分やりやすいかなと思います。どんどん進めていくうちに、いろんなね、ガスが発生したりとか、もしくは、なんか爆発するゾンビが出てきたりとか、結構難易度どんどん上がっていきます。ウェーブ4あたりからね、だいぶきつくなってくると思うんで、これ注意してください。はい、イノシシ出てきましたね。若干人間じゃないね、アンテッド、ゾンビも出てきます。もっと意外と違うところからね、攻めてきますね。まだね、この辺りは余裕かなと思います。ウェーブ2ぐらいは余裕ですね。ウェーブ3か4までは多分余裕です。あー、だんだん来ましたね。ここ火炎瓶ね、ちょいちょい追加で燃やしておきましょう。こういう風に罠みたいな仕掛けておけば、やばいな、歩きながら来ますね、燃えながら。で、これがひどくなってきたら、もう爆発物とかを使う感じですね。やば。やば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 。危ない危ない。こいつらやばい。あとね、殴りながらっていうのもありなんで。あと、ダメージ食らったら必ず回復してください。これ燃やすやつ自分もね、食らうんで、これ注意ですね。あ、燃えてるやついますね。これ多分爆発するやつかな。危な。ウェーブ3までは多分いけます。ここまで行けばウィークリーチャレンジが達成できるので、初心者さんはとりあえずここまでで十分いいかもしれません。あと若干こうやって今みたいな強いのがいるんで、こういうのは爆破するのもありですし、それでもね、近づいてくるんですよね。危な、結構危ないっすね。油断すると危ない。あ、燃えてんのいますね。こういうのはね、早めに倒した方がいいです。燃えてるやつ、爆発するやつも早めに倒す。まあ、この辺の立ち位置はまあまあいいかもしれないですね。ただこれ後ろも来るんで、こっちからも来るんで気をつけないとですね。
はい、ウェーブ4まで来ましたね。あ、こいつ爆発で、爆発ですね。危な、こいつは早めに倒した方がいいです。爆発のやつは自分の目の前で爆発されるとほわー食らいますね。これ危ないんで、やばくなったらミニガンもありです。やべ、ミニガンも常にぶっ放してるとすぐ弾なくなっちゃうんですよ。9000発とかもね、意外と平気でなくなっちゃうんで、ちょっと控えめでいった方がいいかもしれません。あ、燃えてるやついますね。こいつもね、早めで、あ、この緑のやつはガスみたいなやつで、そこにずっと溜まってると自分が食らうんで、離れてください。だからずっと同じとこにいられないってことですね。ずっとイモることができなくなっちゃう感じです。さあ、途中からフレンドさんが入ってきてくれたので、ウェーブ6まではなんとかいけてます。離れて倒すといいかも。危なー、やばい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 、こいつやばいかも、危ねー。うわー、こういう感じですね。自爆してくるような感じ。燃えてんのもやばいですね。これ火が移っちゃうんで。おっと、やっぱりね、なかなかハードになってきましたよ。あ、こんだけ来るとね、だんだんやばくなるんで、そろそろやり方を変えましょうか。囲まれたらミニガン。おっと、強いの出てきましたね。あ、やばい、やばいかも。なんかすごいやばいのいましたね今。あ、硬いのいる、硬いの。こいつやばいかも。うわ、なんかジャンプしてきたやついる。やば、危ない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 、すげえジャンプしてきたのいる。こんなのいるんですね。お、やっぱやっぱやっぱ、勝手のいますね。効かねえ。やばやばい、こいつやばい、やばい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 、離れる離れる。やばい、勝ったー、やばい、あー、やばい、これはやばい、やばい、やばい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 、一回離れます。ふぅ、やばっ。どこだ、あと。相当硬い、ウェーブ8まで来ると結構辛いですね。やばいやばいやばい、燃えてるやつやばい。勝った、硬いですね。この辺でもう、やばやばいやばいやばい、あー、やばいかも、やばい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 、早い。おー、無理かも。やば、やばい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 。
やば。いるよ、あそこに。見えない。意外とこっちの方もね、いいかもしれないですね。ここら辺におびき寄せて倒すのもありかも。ここら辺燃やしまくるとか。さあ、ファイナルのウェーブ10です。なんかもう来てますね。何かが来てる。やば。あ、無理かも。さすがに無理か。やべ、さすがに無理か。硬いのがいる。やばい、硬いのがやばいですね。いやはい、というわけでね、ソロではなかなか難しいです。途中フレンドさんにね入ってくれたりとかもしましたけれども、まあ、ぜひねこれはもう2人3人4人とかで、チャレンジしてみて、限定のコスチューム解除目指してみてください。というわけで今回は公式発表まとめとルーデン、ドルフ、ノースヤンクトンサバイバルについて紹介でした。ぜひねこの洋服ゲットしてください。どうもありがとうございました。Smoke weed every day. Smoke.